どうもこってりラーメンハンター島です。ということで今日もね超こってりなラーメンをペロリンとしちゃうよ。ほい、なんやその間合いはなんやその間合いはこってり美味しいからな。おうおうおう。ということで今日行くのはここドロそばマサ。え、これドロそばショーじゃないの？僕もねショーやと思ってたけどマサさんですはい、ということでここでね前回めっちゃこってりなラーメン食べたの2年前に。はい。それがさらにパワーアップしたらしいのよ。ほう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 。じゃあそれを今日はねペロリンチュしちゃいたいと思います。あ、なるほど。でどれや？ん？あ、あったあったあった。これこの泥そばレベル2、レベル3、レベル4でレベル5ほうほうほう。鬼極み泥そば。まあ僕はね極み泥そばもう一口でペロリンチュしちゃうから見といてください。はいはい。こってりなんて負けないよ僕の吸引力は。あれ大将ご飯持ってきたすいません。実はですねご飯を食べるって言ったらご飯切れたって言って取ってくるわーよってどこにこれで安心です。ということでやっぱりねこってりといえばビールが合うからね。おお、クーシバロンやな。そうそうそう。まあ今日はビールちまちま飲む暇ないから来た瞬間もう終わるから。あ、そっかそっか。ワンペロのとかやな。あ、ちょっと待ちました。はーい。シャワー蒸しですか？これさ、全然動きない。そうやね。もうなんかサンプル品みたいに。なってんな。すごいなこれ。なんかもうほんまにあの言い方を変えればなんかもうアフラのプリンみたいになってるわ。うんうんうん。いただきます。じゃあスープからいきますね。ああこういう感じか。なるほど。食べるスープやな。食べるスープですね。これなんかあのクリームシチュー煮込みすぎましたみたいな。なんかじゃがいも全部溶けましたみたいな感じやな。そうやな。うん、うん、あの想像しとったけど、うん、味はいけてる。あ、そうなんや。うん、なんやろ、めっちゃこってりやけど、うん、イメージって言ったら超ふわふわしてる。おうおうおう。なんかなんやろ、油 100% じゃないねんな。これ野菜とかから来てんのかな。おーおー、うん、甘みがね。うん、うん、うまい。全然癖ないわ。うん、じゃあ麺いきますか。麺どこにおんのっていう。さあ来ました。一発でいくんやな。ああ分かった。これもう気がついてなくなってるから。おっ、よっしゃ、いただきます。だいぶ残ってますよね。これね、どちらかといえば結構濃度の高めなカルボナーラを想像してもらえば分かると思うんですけど。おー、無理ですね。しかもね、あの麺がダマになってるとかじゃなくて、うん、上のスープが重すぎて麺が出てこへん。あ、そっちな。そっちな。あ、ハフガヤ、うまい。すごいなこれ。チャーシューの方が濃度ないかもしれへん。そういうことか。おうおうおう。すごいよこれ。このチャーシューめっちゃトロトロでうまいわ。おうおうおう。これやこれこれ、ほら出てこるか。ほらこれこれ。泥そばとはまさにこのことだわ。おうおうおう、うん、もう名前の通り、うん、もともと大阪にはこの濃度なかった、うん、だから僕は2年前に食べたのが最大濃度。おう、はいはいはい。奈良県の店舗がかの有名なマリオ流ラーメンやね、こってりラーメンの、うんうんね、うんうんうん、あそこの近所になるの、うん、負けてられへんなということで、お、どん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 になっていったんですよ。でそれがちょっと大阪上陸してきましたみたいな。おーおーおーおお、うん、うまい。今日ここは何が大きいか知ってますか？何な、泥そばやろって思うでしょ、うん、実はね、唐揚げが大きいらしいです。嘘、うん、まっこの唐揚げがなくなったらもう店閉めんねんで、うん、嘘でしょラーメンのスープ残ってても唐揚げなくなったら店閉めるから。嘘でしょ
で、天さんが最初な電話で言っててんけど、うんうん、その後にけどラーメンもなくなっても店閉めるから、おお、それは当たり前やな。だからどれか1個なくなったらもう閉めねんで。何やねん、米なくなったら閉める。やっぱりね、こんだけ鶏の濃度のあるお店な唐揚げが出てるっていうことはすごいね。そうやな、この身をのお肉がここに入ってる。じゃあお肉、骨が、おお、そうやな、うん、そうやな、うん、うまっ、うまい、あ、熱い、熱がね、うん、ドロドロやから、うん、唐揚げも揚げたてで美味しいし、うん、これ5万え、ラーメン一すいでいく言うてましたね。一すすりでもう、かれこれ5すすりぐらいしてますよね。あ、辛いになってる。なってへんわ。残っとる。無理か、残っとる、無理か、無理か。いや、すごいで、これな、一すすりでいったな、病院送りやと思うで。やけどして、うん、しかも必然的に一すり無理やねん、全部こう切れて切れていくからね。そう、おうおうおう、こんだけコシがあってしっかりした麺やのにさ、スープに負けてしまうという。それはすごいな、うん、うん、はい、お客様さん、お待たせ。いただきます。俺が手本にしてるからな。お、ワンスリー、ワンススリー。もう最初から無理やん、それ。諦めたらそこで試合終了。そうやな。無理です、熱すぎます。違うな。まあまあ、無理せんとね。ゆっくり行きましょう。これ、ちなみに言うとレベル2ですね。おお、なんで、うん、おすすめで、レベル2がおすすめやったら、そうやな、やっぱお店のおすすめを食べないとね。おお、なんか今日、いつもの逆なって思ってるわ。カウンター食らってる気分がする。あ、僕分かった。これこれいけるぞ、これいけます、絶対。何にいけるかって言ったら、うん、宇宙ステーション持っていける。宇宙で食べれるラーメンや。宇宙では水分でいろんなの飛んでいっちゃうやん。うん、飛んでいく、食われへんやん。だからちょっと硬さを入れて、うん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 、やるやんか、うん、これ、そんなんせんでもいけるぞ。そっか、麺に絡んでくれてるから。うん、なんさんに言おう。届いたらすごいよ、ほんまに。なさんにこれが、え、なあ、うん、ないこの動画がなさんに届いたら、うん、あ、デラックス恐ろしいな。あのな、すごいで、卵の黄身食ってもわからんねん。なんでかわかる。卵の黄身と濃度が一緒だから。おお、最高や、うん、ちょっと煮卵の味するわ。そやな、卵も鶏やからね。そうや、もうこれは鶏のフルコースや。ほんまやな、うん、めちゃめちゃ腹いっぱいな。そらな、スープも全部いってるからね。これは破壊力抜群やね。レベル5だけある。やっぱおすすめが一番美味しいね。いや、これほんまにうまい。これ食べてもこれスープ、スープ、スープ。ちょっとご飯にかけて。オッケー。ほんまにスープだけちょっといってみる。マジで。どう？うん、うまい。進化系のホワイトソース。うん、これな、なんやろ。体の内面からすごい汗が出てくるの。これなんで？スープが熱いから。え、スープもう冷めた。なんや。多分あれや、体が反応してんねん。僕ちょっと体と最近会話できんねん。うん、体が言ってる、うん、オーバーカロリー。いつもオーバーカロリーか。みんなぜひ食べてみて。味はうまいな。意外にほんと濃くない。お、さらっと食べてる。なるほど。ごめん、さらっとは言い過ぎたけど。でも返しがあんま濃くない。お、鶏のマイルドさが全面に出てくるから、うんうんうん、ちょうどいい塩梅で食べれるね。まあこれはラーメンを食べているというよりかは混ぜそば食べてる感覚にはなるけど。ああ、なるほど、うん、お父さんがさ、うちそんなな、YouTuber 向きではないねん、だから申し訳ないわってさっき言うてはったやん。うんうん、なん、そういけるよ。動画、完全に動画向きやね。うん、出た。これやっぱり宇宙ステーション持っていたらあかんわ。デカ盛りせんかったやん。そうやな、宇宙ステーション持っていたらあかんやつや。うまいな。すごい。あれ、
入れてますよ、スープ。ちょっともう無理かもしれん。気遣いよ。なんかさ、あったかいお茶、うんうんうん、欲しいな。なんか、溶けそうやから。単純に我々の土地行っただけかもしれんわ。それな。というか大満足で、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。あれは、これはもうラーメンというより、ラーメンの殻をかぶった鶏ガラ味の茶碗蒸しやで。そうやな。今日も大満足です。すいません、ありがとうございます。はい、いえいえ、こちらこそ。わざわざご飯取りに行っていただいて。ああいうとこもきっちり抜け目なのね。なんかあれピカッて光ってるし、ええっと、どうもありがとうございますって言ったんだから。きっちりきっちり、いただきました。ありがとうございました。またお願いします。ごちそうさま。大将めちゃめちゃ面白いな。な、うん、ほんまにめちゃめちゃ面白い。ぜひとも皆さん行ってレベル5頑張ってみてください。あれはインスタグラマー殺しなんで気をつけるんだぞ。はい、ということで本日もありがとうございました。ワンペロ無理でした。